呼ぶ声祖父から聞いた話昭和五十年頃のことらしい早朝に散歩がてら近所を流れる川のほとりにクルミを拾いに行ったそうだ上流で川に落ちたクルミが流れ着いてたくさん溜まっているよどみのようなところがあったらしいそのよどみの近くまで来たとき 祖父の耳に、おーい、おーい、と呼びかけるような男の声が聞こえたそうだ。周りを見渡しても祖父以外誰も見当たらない。ひょっとして自分のことかと思い、なんだべと大きな声であたりに呼び回ってみたが、 それには答えず、相変わらず、おーい、おーい、と、呼ぶような声だけが聞こえてきた。ともかく祖父は、声のする方へと向かってみた。釣り人が怪我でもして、身動きできなくなってるのかもしれん、と思ったのだそうだ。そして、その後すぐ、 どうも、いつもの、よどみのあたりっぽいと気がついた。岸辺に草が生い茂った小道を抜けて、川岸に出た祖父は、それを見た。よどみの水面に、くるみと一緒に人間がうつ伏せに浮かんでおり、その背中に、かなり大きな牛ガエルが乗っていた。そしてその牛ガエルが、 人間の男の男ような声で、おい「おーいおーい」と泣いていたという。な、なんだ、と祖父が思わず声を上げた途端ウシガエルは水死体の背から跳ねて流れの方へと泳ぎ去ってしまったそうだ。 その後は慌てて家に帰り、警察を呼んだりと大変だったそうだが、牛ガエルの呼び声については自分でも信じられず、警察には話さなかったそうだ。祖父が言うには、その前にも後にも牛ガエルの声は随分と聞いたが、べー、べー、とは泣いても、人間のような、 おーい、おーい、なんていう鳴き声は、その時だけだったそうだ。